森さんでは新旧当初の絵を描いていきました。みんなとっても上手に描けていて、あ、すごいなって思いました。でも上手に描けないって言って泣いている友達もいたんですけど、最後までね描くことができていてよかったなっていうふうに思いました。で、今日すごくびっくりしたことがあったんですけど、お給食食べたんですね。お給食の時間に待っててねっていう、あ、先生が給食取りに行ってくるからその間静かに座って待っててねっていうふうに伝えて給食を取りに行ったんですよ。で、ね、運んでる途中に、あ、きっとまだ年中さんに上がったばっかりだから席立ってる子いるんだろうな、おしゃべりしてる子いるんだろうなって思ってお部屋に入ったら、誰でも立ってなくって座っておしゃべりしてる人も誰もいなくって静かに待ってることができてて、すごいなって思ったので、これからもねちょっと期待してどんどんね成長していく姿が見れればいいなっていうふうに思いました。それが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。私のハッピーポイントをお話しいたします。今日で、入園進級してから今日でというか1週間ぐらいが経って、つぼみ組さんも昨日からお給食とお昼寝がスタートしました。それで今日お給食の方で、お給食の友達の中にバナナが出たんですね。でそのバナナを、まあ、本当は一番最後に食べなきゃいけないっていうのはその子も分かってたみたいなんですけど、やっぱ食べたくてこう食べたいけどどうしようみたいなの葛藤も見られたりとか、あとはその子なんです。その子はちょっとペロンってご飯の合間にペロンってバナナをペロンって食べてみたりして、こうそういう最後に食べなきゃいけないけど食べたいみたいなその葛藤が見られてすごく可愛らしいなと思いました。またそのお昼寝も昨日からスタートして、やっぱり慣れない環境で寝るっていうのは本当に何て言うんですかね、辛いところもあるかと思うんですけど、その子供たちも昨日は眠れなかったお友達も今日は少し慣れて眠ってくれたりとか、そういった少しずつの変化がすごく見られてとても嬉しい一日でした。お外遊びとかもすごく始まってきて、子供たちもすごく楽しそうな表情が見られてきて、どんどんこれから子供たちといろんな思い出が作れるのがすごく楽しみになった一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日はトモビ幼稚園では新入児歓迎会ようこそトモビ幼稚園へが行われました。今年度新しく入ったお友達を楽しく盛大にお祝いしていったんですけども、今日は年長さんが年少さんの年少さんをお迎えに行って、それからホールまで一緒に行って、その会中も年長さんと一緒にいたので、年少さん誰も泣いてる子がいなくて、やっぱりすごく年少さんも安心したんだなっていうふうに思いました。それで3匹のクマのペープサートだったり、あとアンパンマンの手遊びもして、こうすごく楽しい時間を過ごすことができたようです。そして菊組さんではお部屋に帰って、アンパンマンの手遊び覚えてるって聞くと、覚えてる、やるって言ってみんなでやっていたんですけど、本当に楽しそうにやっていて、アンパンマンの手遊び終わった後も、じゃあ次ドキンちゃんとかバイキンマンってどんどん出てきて、その時間たったのこう1分2分とかなんですけど、すごく
楽しい時間を子どもたちは過ごすことができたようです。で私も菊海で鯉のぼり制作をその後に行っていったんですけど、先に鯉のぼりの制作する前に廊下に出て、鯉のぼりの目って何色だと思うって聞いて、廊下から幼稚園の鯉のぼりを見てたんですけど、あ、カラフルって言ってお部屋戻って目をこう描いた時に本当に上手にカラフルにいろんな色で描くことができて、本当にすごく上手にできたなっていうふうに思いました。で、完成がすごくこう楽しみになりました。で明日は4月生まれ誕生会となります。4月生まれのお友達をまた楽しくお祝いできたらなと思います。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日は4月の誕生日のお友達の誕生会でした。その前に竹組さんと各クラスでケーキを食べました。ケーキはチョコドーナツと、あとショートケーキと、あとはシュークリームですねが出たんですけど、竹組さんではある女の子が、私シュークリーム最後に食べるんだって言ってて、なんでって言ったら、だって美味しいんだもん、最後に残したいのって言ってて、すごく美味しそうに食べてる姿を見て私も嬉しくなりました。そして竹組さんはケーキを食べた後に年少さんのすみれ組さんのお迎えに行きました。昨日の新入児歓迎会の時もお迎えに行ったのですが、今日も行きまして、そして年少さんのお友達と年長さんでお手手をつないで行ったんですけど、年少さんすごくお手手をつなぐことが嬉しかったようで、ニコニコしている姿を見て私もつい笑顔になってしまいました。そして誕生会では誕生日の子がステージの上で一人ずつお名前と、あとお名前と何歳になったかと、あと好きな遊びなどをお話ししたんです。そして多分緊張したと思うんですけど、みんな上手に言うことができていました。すごく誕生会も楽しめて、そして美味しいケーキも食べて、すごくハッピーな一日を過ごすことができました。それが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。私の今日のハッピーポイントを紹介させていただきます。今日は年少さんではイオンモールに飾る顔の絵を描きました。私はその絵を描くときに目を描いてねとか口を描いてねっていうことを紹介させていただいたんですけど、自分が小さい時に絵を描くのがすごい苦手だったので、今一生懸命髪の毛を描いたりお目目を描いたりしているところがすごく可愛いなと思いました。そして自分が苦手だったことを思い出して、どう言えばこう伝わるのかなっていうのを考えながら一緒に過ごしていきました。で絵を描き終わった後に、給食食べてお外で遊んだんですけども、先生、ブランコを押して、6人ぐらいに言われたんですけど、一度6人押せないのでちょっと待っててねって言って押していたんですけども、ブランコが押し終わった後、次の人に言ってる間に止まってしまって、先生まだってすごい言われてしまいました。はい、それで一生懸命押してあげて、何回もこう止まってしまうので、足を伸ばして縮めて運動してからと言いながら漕いだんですけども、どうしても止まってしまっちゃうので、ちょっと待っててねと言いながら一緒にブランコで遊びました。これが私のハッピーポイントです。終わりです。今日のハッピーポイントは、ごめんなさい、はい、